阿ワ国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ。南海道に属する。徳島県にあたる。古代、現在の徳島県の北の地域は阿ワの生産地だったために阿グに、南の地域は長国と呼ばれていた。古語周囲によれば、神武統制においてインベ氏を率いて、木国の材木を採取し、雲ネ山のふもとに、柏原宮を造営した天府、命が、 肥沃な土地を求め当治の開拓をし、国、朝市を植えたという。後、律領制において、彫刻像の領域を含め両政国としての阿国が成立した。和道六年、元明天皇による皇治令で地名を二字で表記するため、族は阿波に変更された。徳島城三の丸一種垣と、城山中世、鎌倉時代においては、鎌倉幕府により佐々木氏、 小笠原氏が守護に任せられた。室町時代には三官令家の一つである細川氏の支配するところとなるが、戦国時代の到来により小笠原氏の所流である、三好氏がこれに変わることになった。三好氏は、三好これ長や三好元町の代には、京都にも進出し、官僚細川氏の重心として、阿波を本国に、機内で牽制を振るうことになる。年代に、 三好氏は、三好長兄の代で最盛期を迎え、長兄の辞帝である、三好十九が阿波を、三帝や竹冬安氏が阿波寺を、末帝、東郷一存が佐抜を統治し、長兄自身は、京都の幕府の下で官僚代として、中央政治に関与し、本国である阿波のほか、弟たちの統治する佐抜、波寺、さらに、泉や摂津、河内や山城、山和、丹波に加えて、 若狭や張馬の一部をも支配下に置いて、三好氏は、精力的にも、歴史的にも最盛期を迎えた。しかし1561年に一存が休、休死、1562年に、実休が戦死。さらに、追い打ちをかけるように1563年に、長兄の着難で将来を有望されていた三好義雄が病死すると、長兄は精神を病んで、病気がちになる。 三好氏の勢力は後退し1564年には、あたけ冬安氏が長兄によって中殺される。さらに、長兄自身も弟たち、息子の後を追うように1564年に病死する。家督を継いだ三好義継は、飯森山城や若江城を本拠に、三好氏の勢力を保持しようとするも三好三人衆や、重臣。 松永久秀らの主導権争いによる内紛を経て、三好氏は弱体化。その後、1573年に、京都を追放された室町幕府第15代将軍、足利義明を保護した吉次は、織田信長に、和解状にて滅ぼされてしまう。その後、三好氏の着流は断絶し、生き残りであった、実球の着難で、阿波三吉家の家督を継いだ。 三好長春が本国である阿波を統治することとなる。しかし、長寿は、阿波全土の国人や領民に対して、法華州を強要し、支持を失ってしまう。これを良い機会と見た、と佐国の長祖壁氏の信仰に遭い、1584年、阿波は長祖壁元地下の支配下となる。長祖壁元地下は、進撃を続け、1585年には、佐抜伊予も手中にし、 四国統一を成し遂げる。しかし、その直後に豊臣秀吉が四国攻めを行う。1585年6月、橋場秀長を総大将とする十万の軍勢が四国へ送られ、そのうち、橋場秀長、橋場秀次らの兵は阿波から上陸し、さらに、浮田秀家は、佐野木へ、小早川隆影は、伊予へと他方面から四国に攻め込んだ。 元親は2万から4万といわれる軍を持って、阿波の白事情を本拠地に対抗したが、準備もできておらず、また、兵力の差も覆せず、橋場軍上陸の2ヶ月後には降伏せざるを得なかった。元親は、土佐一国を安堵されたが、土佐以外の3カ国は没収された。その後、八須賀の勝に、阿波国並びに、阿波地国を加造することを伝えたが故事。 息子の八須賀家政が阿波に封ぜられる。また、政勝と義兄弟のちぎりを結んだ稲田種本を確証として招き淡路国と県北部を地行地として任せた。八須賀は改役されることなく、江戸時代を通じて阿波国徳島藩、富田藩、及び淡路国の国主として阿阿淡路の二国を治めたが、次第に稲田氏を家臣として、 扱うようになり、稲田市では独立に向けた機運が高まるようになった。明治に至り、廃藩地県が実施されると阿波は、名東県となる。名東県は、阿波時刻も、範囲としており、さらに1873年2月20日には、香川県も編入した。しかし、第二次府県統合により、1875年9月5日に、旧佐抜帰国部分が、香川県として、 分立最地権1876年8月21日に交互事変で敵対した淡路国は兵庫県に編入され淡国部分は高知県に編入された。しかし結局1880年に旧名東県が高知県から分離されて現在の徳島県が発足。四国の各国はほぼ旧国の形のまま県へと移行した。国府は 名方群にあり、現在の徳島市国府町と推定されるが、未だ遺跡は見つかっていない。国府跡関連の発掘調査が、現在までに30回以上実施されている。それらの結果から、国画関連の諸施設は、蛇行して流れる複数の川によって分断された、微行地上に、分散的に所在していたらしいことが分かってきた。古くは七世紀前半代に遡る、可能性を持ち、 新しくは12世紀まで下る長い歴史を持つことが分かった。国分寺は国府の南側に、国分天寺デラは国府の西側に、それぞれ混流されている。縁起式内社、縁起式神明帳には、大社三座三社、小社四十七座の計五十座が記載されている。大こそ三社は以下に示すもので、すべて名神大社である。阿波国の式内社一覧を参照。 そうじゃ、一宮阿波国一宮を称する神社は、複数ある。現在、阿波国一宮といった場合は、大朝彦神社とすることが多いが、大朝彦神社が一宮とされるようになったのは、中世以降のことである。古くから一宮とされていたのは上一宮、大俗神社であった。平安時代後期に、一宮大俗神社から、国府の近くに分子して、 一宮神社が創建された。上一宮大族神社及び、一宮神社は、式内名神大社の天石門別八宗姫神社の論者であるが、八宗姫神社も天石門別八宗姫神社の論者であり、こちらも、一宮とされる。また、陰部神社は、阿波国最高の社格を有していたこともあり、四国一宮を称している。阿波守る。 編集アオアスケ、編集鎌倉幕府、編集室町幕府、編集戦国大名、編集豊臣政権の大名、編集江戸時代以前、編集江戸時代、編集、ありがとうございます。